介していきますね、湘南スターモール商店街から湘南彦丸と平塚七姫ちゃん、ありがとうございました。さあ、そして今日から続いてのスターステージが開催している湘南キングベル、湘南ベルファイからやってくれましたキングベル一世です。ホームゲームは7月10日柏レイソルと戦いますよ。そして大磯町から磯部、大バトモチーフですね、ありがとうございました。そしてブラック法人会からコウケンくん、宇宙人モチーフです、6年前に登場してます。そして自衛隊神奈川本部からハマニャン、ありがとうございました。さあ、そしてステージの方ご紹介していきますね。今日は本当に埼玉から羽生市からありがとうございました。11月ぜひね、ゆるキャラこっちで遊び行きましょうね。無事なもんと白川さん、ありがとうございました。さあ、そしてザックジェイコムから来てくれました、 CM でおなじみです、ありがとうございました。帰るのも大変だよね、ありがとうございました。方向転換をして、そうそう、かわいいね、折り方なんかもかわいいですよね、ザックでした。そして神奈川新聞からはリニューアルしたかなろこ星人、ありがとうございました。新聞にね、ちょこちょこ載ってますよ、神奈川新聞チェックしてください。そして茅ヶ崎からは今日海開き海から来たというエボシマロ、ありがとうございました。茅ヶ崎の観光開始です。そして湘南ケーブルネットワークからはブルルちゃんね、佐久間さんが歌を作ってくださる、はい、いい歌作りますね。いつ頃できそうですか？もう湧いてきてますからね。わかりました、はい、楽しみにしております。ということでですね、無事なもんと一緒に来てくれました佐久間秀樹さん、ありがとうございました。さあ、そしてスマイル茅ヶ崎、松本愛さん、そして海の女王田中半田さんでした。大きな拍手をお願いいたします、ありがとうございました。それ以上をもちまして、こちらのステージはお別れとなりますが、3時30分ごろこちらのねキャラクターたち、またですね、棚の下宝通りの方で触れ合うチャンスございます。一緒に写真撮ったりしてくださいね。それでは引き続き湘南平塚七夕祭りお楽しみください。ありがとうございました。